今日のコメント、ハリカツさん初コメント失礼します。いつもハリカツさんの考察を見ながら、そして参考にしながら自分で考察したりしてます。ハリカツさんの考察がすごすぎていつも驚いています。そういえばこの前発覚したんですが、私の通ってる学校にはポケモンファンがたくさんいるんですが、その全員がハリカツさんの考察動画を見ているということが発覚しました。これからも考察動画楽しみにします。頑張ってください。それ本当に学校で噂になれる YouTuber になるのが夢だったからマジで嬉しいな。その学校の子たちにもよろしく言っといてください。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？新武修正も終盤に入り盛り合っていますよね。てかスー君、ラインスタンプの準備着々と進んでるよ。本当に販売したらみんな買ってくれるから。どうなんだろうね。そこで今回はダンデはなぜここまで嫌われた、ダンデの炎上内容をまとめて話していきたいと思います。手は関係ないけど今年も残り3ヶ月なの早すぎます。というわけで、よかったら最後まで聞いててください。ダンデはなぜここまで嫌われた、ダンデ炎上内容をまとめてみたらヤバすぎた。現在のアリポケではワールドチャンピオンシップスというポケモンの世界大会が行われており、一般トレーナーもチームリーダーも四天王もチャンピオンも最初はみんなモンスターボール級から始まるんですが、ダンデは現在アニポケ界最強の男で、一番上のマスタークラス1位に君臨する男です。パートナーポケモンはリザードンで、ガラルのチャンピオンでもあります。そんなダンデですが、今までどちらかといえば人気のある分類のキャラクターでした。強いのに方向音痴なのが可愛いとか、適当なところがサトシに似てて好きだとか、様々な意見があったのをよく覚えています。しかしこのマスタークラス8人で行われる大会マスターズトーナメントで、その人気が一気に暴落してしまいます。今ではダンデを見たくないといった意見も多々あり、前僕が投稿したマスターズ8人気ランキングという動画でも最下位といった結果になるほどです。では何が原因でダンデは炎上しここまで嫌われたのか、今回はそこを細かく分析していこうと思います。まずダンデ人気暴落の始まりとなったのはここかなと思います。2022年6月17日放送第115話開幕マスターズトーナメント。この回ではマスターズトーナメント1回戦でダンデ VS アラン戦が行われました。この回でダンデが嫌われるポイントは大きく3点ありました。まず1つ目、念願のアラン再登場はサトシと戦ってほしかったという意見が多かった点。これはダンデはあまり関係ないんですけど、久しぶりのアラン登場はやっぱりサトシとやってほしかったという意見が多かったようですね。その不満がダンデに向いたというイメージです。そして2つ目、そのアラン相手に舐めたプレイをしたこと、サトシと戦わないのであればファンはダンデ VS アランで全力のリザードン対決を楽しみにしていました。メガリザードン VS 巨大マックスリザードンの対決ですね。しかしダンデはこの試合でまさかのゴリランダーでダイマックスを切り、その結果にかなり不満を感じた視聴者は多くいました。3つ目、ナメプをした上にダンデの通常リザードンがメガリザードンを秒殺で倒してしまったこと、これはどちらかというと脚本面に問題があり、さっきの話ともつながりますが、普通に考えればメガリザードンは通常のリザードンに負けるとは考えづらいです。しかしギリギリになるならまだしも、アランのリザードンがまさかの瞬殺、ダンデのリザードンは改造のポケモンだとめちゃくちゃ批判されていました。というわけでここからみんながダンデに不信感を抱いていきました。そして次は2022年8月26日放送第122話セミファイナル1圧勝。この回はそもそもタイトル発表の時点で荒れていたイメージです。圧勝ですからね。前回のアラン戦と違い、カルネは仮にもカロス地方のチャンピオン、つまりガラルチャンピオンのダンデと一応同格の立ち位置のはずです。なのでさすがのダンデもカルネ戦はいい勝負をすると期待していたファンも多かったし、チャンピオン同士の戦いは拮抗すると思っていたと思うんです。しかしタイトルの圧勝を見た視聴者はもうカルネがダンデ相手に拮抗するどころか余裕で負けてしまうことがタイトルを見た時点で分かってしまい、ここも炎上していましたね。でこの日のアニポケは実際カルネ相手にフルバトルだったんですが、ダンデは3体を残す圧勝ぶり、しかも前半15分はシロナの話で省略されるという不遇ぶりでした。しかもダンデがさらに嫌われてしまう理由はその後の発言です。今回勝ったのは運が良かっただけさ、何度もヒヤッとしたよ。この発言でファンは大激怒、3体も残しといて何がヒヤッとだよと煽りとも捉える発言に、アランのナメプの件も含めてだいぶ荒れていましたね。この回でダンデはさらに嫌われてしまいました。そして次は先日の2022年9月30日放送第127話ゴーとエースワン始まりの場所。この回はみんなの記憶に新しいと思いますが、ダンデが決勝直前にサトシとゴーを呼び出し、あの時の無限ダイナを2人に見せると言った回、あの無限ダイナは一応ゴーが捕まえたということで、ゴーがダンデに無限ダイナを譲るという形になりました。その時ゴーに対して視聴者からは、いやお前らじゃねえだろうとは言われていましたが、ダンデに関してもいいのかい
とわざとらしいなどと言われていました。また問題はその後、結局この無限ダイナは決勝で使うのか使わないのかが明確に言われませんでした。さすがに決勝直前でサトシからすると不安になりますし、もし無限ダイナを使ったならファンは許さないといった意見が多かったです。あとは本当に無限ダイナを使ったなら直前でなんて性格が悪いんだとも言われていました。最初は人気キャラだったダンデが、この短期間でここまで嫌われてしまった理由をまとめると以上ですかね。まだまだ続くよ。でもこうやって分析して一つ一つ見ていくと、みんなダンデが嫌いというよりかは尺をこれ以上避けない問題から来る雑さが主な原因で、そっから溜まったフラストレーションがダンデに向いている傾向にあるのかなと感じました。だってよく考えたら今の原因を全て見ていくと、尺が短くリザードン対決が一瞬に見えたり、カルネ戦も省略しなければドラパルトなども倒れていますし、意外と納得できる内容だったかもと思えてきませんか。だから無限ダイナの件は個人的に決勝直前で出せなくてもいいのかなとは思いましたけどね。ダンデ自身の発言以外は意外とそういった問題が重なってしまったのもあるのかもしれませんね。歴代チャンピオンってどのキャラも本当に人気なので、ダンデも早く人気を取り戻してほしいものですね。もうこっからはダンデが嫌われる描き方はしないでほしいです。まあとはいえ決勝戦不安だな。無限大はさすがに使わないと思うんだけどね。あ、ちなみにそれはこちらの動画で説明しているので、細かくはこちらの動画を見ていただきたいんですが、ざっくり説明すると、ダンデが無限ダイナをさすがに使わないんじゃないかなと思う理由としては、先日のアリポケのダンデの発言、もう少し力のコントロールを覚えてくれるといいんだがと無限ダイナに対し発言しており、これはイコール無限ダイナは戦ってしまうとまだ暴走してしまうことを示唆している発言なのかなと思います。それを決勝直前でどうにかできるとは考えにくいですし、仮にも世界最強の男がそんな博打をするかなとも考えられます。それにダンデは意外と相手により技構成も変える戦略家の一面もありますからね。それを考えるとなおさら使わないんじゃないかなという感じですね。しかももし本当にこっからダンデが無限ダイナを使う展開になれば、アリポケ視聴者はもう本当に許さないと思います。正直マスターズトーナメント始まってからのここまでの脚本構成はあまりベストだったとは言いにくいですし、現状でもアリポケ視聴者から不満がかなり出ている状況です。ここでダンデが無限ダイナを使った日にはもうアリポケの衰退も考えなければならないレベルになるかと思います。それは公式も分かってるはずですしね。じゃあなんであのタイミングで無限ダイナを出したのかは僕らに理由が分かったので、これについてはまた動画にしますね。いよいよ決勝間近となりましたが、いい勝負期待しています。とまあこんな感じで、ダンデはなぜここまで嫌われた？ダンデ炎上内容をまとめてみたらヤバすぎる件についてでした。ちょっとでもフォローしたチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。